最初の中国学者、マテオ・リッチ、徐光慶ら知識人との交流を通じ、中国に関する知識を蓄積した中国学は、中国の事物全般、とりわけ中国の思想、文化、言語、歴史に関する学問の総称であり、特に中国人以外による中国に関する学術研究を指す。東洋学の一種。中国学の対象とする領域は当然のことながら、極めて広く、その大まかな区別として、前近代中国の古典文化を研究する、古典学的な中国学と同時代の中国を研究する、現状分析的な中国学の2部門に分けられることが多い。両部門それぞれの下に、史学、哲学、文学、政治学、経済学などの分野がある。中国学を前者の古典学的中国学に限定すべきであるという見解も可能であり、この場合、後者は中国学の一部門というよりは、地域研究の一部門として、中国研究、中国事情研究と称されることになる。しかし、両者の間に明確な境界を引くことは、実際のところ困難であり、一般的には寛容に、中国学の名で、両者に部門を指している。英語、仏語、独語では中国学のことをシノロジーという。中世ラテン語のシノマイナスに学を表す接尾字、ローギー、ロジーがついたものであり、用例としては19世紀初めのフランスの辞書に初めて現れた。シノマイナスの語源については諸説あるが、2世紀のプトレマイオスの文献に登場するラテン語のシナイが変化したものとされる。地域研究の意味でのシノロジーは通常チャイニーズスタディーズとして知られている。西欧におけるシノロジーの始まりは口述するように16世紀のイエズス会士による布教戦略としての地域研究に遡る。一方、中国の近隣に位置する東アジア諸地域における中国学の起源はそもそも中国と文化圏を同じくすることもあり、比較的早い時期に遡る。日本における中国学は近代以前においては漢学、近代以降から戦前においては品学の名称で知られた。なお、中国人自身による中国研究の場合は国学、国学と呼称され、シノロジーは学、漢学と翻訳されている。中国学の研究者を呼称する場合、そのまま単純に中国学者、シノロジストと呼称される。一方で、シノローグと呼称されることもある。これはフランス語の接尾字に由来するものであり、口述する欧米のシノロジー史において、フランスの中国学が長らく中心を担ってきた歴史を反映している。中国学の源流は、モンゴル帝国時代、一時的にユーラシアの東西を結ぶ交流が盛んになった13世紀から14世紀のマルコ・ポーロ、あるいはイブン・バットゥータにまで遡るとする見解もあるが、西欧で体系的なシノロジーが始まったのは16世紀である。16世紀、カトリックの宣教師は中国においてキリスト教の布教を進めていた。秋代末期の中国で初めて本格的な布教活動を行ったマテオ・リッチをはじめとするイエズス会士たちはヨーロッパ科学の紹介を通じて著名な知識人、政治家らと交流して、彼らを回収させ、中国文化、社会に関する知識を蓄積した。そして、本国の修道会への報告という形で行った中国事情の紹介が、一般にはシノロジーの成立としてみなされている。初期の調査活動の多くは、キリスト教の布教と中国文化をいかに適合していくかという問題に関心が集中していた。西欧における最初の中国学の書は1585年に刊行されたスペイン人修道士メンドーサによるシナ大王国記であり、この書はヨーロッパの各国語に訳され広く流布した。中国からヨーロッパに帰国した宣教師たちは西欧におけるシノロジーの制度化の中心となった。この際特に重視されたのが布教に不可欠な語学の習得である。1626年には、フランス人修道士トリゴーが、西十字目使用講習で漢口子漢字のアルファベット転写を試みた。1732年ナポリ王国出身の宣教師、マッテオ・リパがナポリに欧州大陸最初の中国学の学校を創設した。マッテオ・リパは1711年から1723年にかけて後期帝の満州宮廷で画家や銅版彫刻師として働いていた。1732年に中国から4人の若い中国人キリスト者を連れてナポリに帰国し、全員を中国語の教師とし、クレメンス12世の裁可を得て宣教師に中国語を教える学校を作り、中国でのキリスト教布教を支えた。19世紀には、イアキンフ・ビチュリニやパルラディカファロフといった正教会の宣教師も布教とともに中国研究を行っていた。パルラディカファロフの業績として、元朝碑誌の発見と出版が挙げられる。17世紀から18世紀にかけて、中国でのカトリック布教に大きな役割を果たしていたのは、フランス出身のイエズス会士であり、中国学の中心は、最初に中国に進出した、ポルトガル、スペイン、イタリアから次第にフランスへと移りつつあった。彼らは、ルイ14世の公演により、中国に派遣され、清朝宮廷ではその高い学識、技能により、皇帝、高官の信任を得て活躍した。当時のフランスでは、ブーベ、後期帝伝など、彼らの見聞、報告をもとにした中国に関する出版物が多数刊行され、この時期の西欧における、篠硯の流行の一翼を担った。また海外で活動する、修道士の報告書を修正した。イエズス会誌書簡集の編集者である修道士デュ・アルドは1735年に4巻よりなる、高刊な、シナ帝国全史を公刊した。当時西欧で流布していた中国のイメージは、実態からかなりかけ離れた解明的な理想王国として描き出すものであった。このことは、ヨーロッパの絶対王政と強く結びついていた、カトリック宣教師たちが、先制君主たる、中国皇帝を西欧の絶対君主になぞらえ理想化していたことと深く関係している。ケネー、中国思想に影響を受け重農主義を提唱した以上のような中国の理想化は啓蒙思想期にも継承された。この時期、啓蒙思想的なシノローグは中国の哲学、倫理、法制、美学を西洋に紹介することを開始した。その仕事はしばしば非系統的かつ不完全なものであったにもかかわらず、篠硯の流行に貢献し、中国文化と西洋文化を比較する一連の論争に刺激を与えた。すなわち彼らは、イエズス会士たちとは逆に、自分たちの言論を抑圧する絶対君主を批判するため、中国の文化、制度を理想化したのである。この時期中国に対し好意的な関心を持っていた。ヨーロッパの知識人の中には、原曲、調子古事に影響を受け戯曲、シナの故事を書いたボルテール、有名なシナ事情を書いたライプニッツもおり、彼らは中国における儒教や華教を合理的あるいは反先制的なものとして評価していた。特にフランスでは、この時期以降、中国の思想、教育制度の影響を強く受け、教育においては華教に範をとって、バカロレアが制定され、思想面では、農家の思想が、ケネーの重農主義にインスピレーションを与えた。また、近代における、考証学の文献批判の方法は、ヨーロッパのフィロロジーに多大な影響を与え、19世紀以後フランスでは、考証学を取り入れた、新たな文献批判の方法を、他ならぬ、古典学的シノロジーへと適用していった。モンテスキュー、中国社会を、停滞と専制の社会として批判した。しかし、18世紀後半になると、例えば、モンテスキューやスミスのように、中国文明の単なる理想化から脱し、中国の社会を停滞と専制の社会として批判的に捉える思想家が出現した。彼らは中国社会について停滞した共同体という基盤の上に皇帝による専制政治がそびえ立ち、市民社会=資本主義経済へと発展していく内発的な可能性を欠いた社会であると考え、この傾向は時代が下るに従ってますます強くなった。以上のような停滞論的中国像は西洋の社会科学において古典派政治経済学を経由してマルクスやベーバーへと継承された。社会の内部に市民社会への発展していく可能性がない以上、中国に資本主義化の契機をもたらすのは外部からの衝撃しかなく、停滞論は中国に対する侵略戦争や植民地支配を正当化づける理論になっていく。こうした考え方は20世紀に至ってビットフォーゲルのように反共産主義と結びついた極端な停滞論を生んでいる。エドゥアル・シャバンヌ、フランスにおける古典学的シノロジーを最高水準に引き上げたリヒアルト・ヴィルヘルム、中国文学をドイツ語に翻訳した。19世紀以降、産業革命と工業化に成功した西欧諸国は、それまで通商、外交関係において列位に立っていた中国に対して、全面的な攻勢に転じた。すなわちアヘン戦争以後、政治的、経済的、軍事的な優位に立った西欧の列強は、自由貿易を通じて、中国を国際的な資本主義経済のシステムに編入し、市場や領土の支配に乗り出したのである。これにより、シノロジーにはそれまでの布教以外に植民地的進出という新たな目的が付け加えられるようになった。これにより中国学者の中では宣教師出身者よりも世俗的な学者が多数を占めるようになっていく。この時期、西洋におけるシノロジーの中心となったのは、17世紀以来の伝統と蓄積を持つフランスである。この国では、フランス革命後の1795年に東洋語学校が設立、ついで1814年には中国語と満州語の講座が最高学府であるコレージュ・ド・フランスに創設され、ヨーロッパの大学では最初のシノロジー講座となった。そして独学で中国語を学んだレミュザが、ヨーロッパでは最初の中国語の教授になった。彼に続いて、シノロジーにおける文献批判の方法を確立したシャバンヌが現れ、彼の下で、敦煌学のペリオ、銅鏡研究のマスペロ、司教研究のグラネが出てくるに及び、フランスの古典学的シノロジーは、ヨーロッパでも最高水準のものとなった。フランスに続いて、イギリス、ドイツなどでもシノロジーの発展が見られ、英ではキット、独ではショットが、それぞれの国でフランスにおけるレミュザの役割を果たした。そしてレックとガベレンツが両国で初めて、キリスト教との関係を持たない著名な中国学者になった。19世紀後半になりシノロジーはその知見をさらに広げていくことになる。アロー戦争後外国人に、中国内地の自由旅行が認められ、西洋列強と中国との非対称的関係がさらに質量ともに進化していくと、それまで情報源を漢文の古典典籍や中国沿岸部に点在するヨーロッパ人居留地での見聞に依存していたシノローグたちは、さらに広く深く中国の内部に分け入ったのである。例えば、イギリスのスタイン、フランスのペリオ、ドイツのルコックによって行われた。西域地方の考古学的探検調査は、各国でのシノロジーの発展に大きく貢献した。またシノロジーの対象分野も拡大していった。すなわち、従来からの古典研究や語学に加え、侵略戦争遂行のための兵用地施作成や、経済進出のための市場、物産の調査、植民地支配のための観光調査もまたシノロジーの名において行われるようになったのである。とはいえ後者のような同時代の中国を対象とする研究は古典学としてのシノロジーとは区別されるべきであるとする考え方もあり、現状分析としての中国学はどちらかというと地域研究の一分野としての中国研究とみなされ、次第に古典文化を研究する従来のシノロジーとは異なる分野とみなされるようになった。20世紀に入ると中国学の講座は徐々にヨーロッパの大学で増加していった。特に第二次世界大戦後、それまで中国学への貢献で大きく遅れをとっていたアメリカにおいては、朝鮮戦争以後冷戦の焦点となった中国を研究する国際戦略上の必要から、フェアバンクやラティモアに代表される社会科学的方法論を駆使した地域研究としての中国学が大きく進展した。このような地域研究としての中国学は、現代においては、シンクタンクの活躍を通じて、政治的、政策的な影響力を増している。歌川国芳が水滸伝の豪傑を描いた浮世絵版が、江戸時代における水滸伝流行の一端が伺われる、中見治代、東洋史学の命名者。支那通史、チンギス・アセ実録の出版をはじめ、白鳥倉吉ら後世の学者を育成。桑原実造、清朝考証学の文献批判に、西洋のシノロジーの手法を取り入れ新たな、品学を起こした、後藤新平、調査の政治家として知られ、臨時台湾旧館調査会、満鉄調査部を設置して、現状分析的中国研究の基礎を作った、尾崎秀美、戦前の代表的中国研究者で、ゾルゲ事件により、ケイシアジア経済研究所、日本最大の地域研究機関である前近代の日本漢学通史は、町2017、沖森2011、倉石2007、水田&ライ1968等にまとめられている。日本と中国の交流の歴史は長く、それゆえ日本において中国の先進文明、文化を学びこれを摂取しようとする動きは、日中の文化交流が本格化した飛鳥時代の頃から始まった。そして、儒教、仏教を中心とする中国の学問は、古代の貴族政治の時代、中世、近世の武家政治の時代を問わず、政治的、社会的エリートにとって必須の教養であり続けた。このように、中国文化を研究、習得しようとする伝統知識人の栄意は、江戸時代に至って漢学として一応の体系化を見た。したがってこの漢学こそが日本における近代的中国学の直接の源流とみなすことができる。この時代の漢学は日本古来の文化、思想を学ぶ、国学、科学技術を中心とするヨーロッパの学問を学ぶ、蘭学とともに当時の学問の三大分野を構成していた。漢学の内容はまず第一に当時の封建社会を支える道徳思想であった儒学をとりわけ正統派教学たる朱子学に基づき解釈、研究するものであった。しかし時代が下るにつれ、同時代の中国で盛んであった、清朝考証学と同様、荻生徂徠、伊藤仁斎らの古学に見られるように、儒学思想の歴史的背景である古代中国の社会、文化の実情を漢文による古典テクストの分析を通じて解明する方向に進んでいった。また、当時唯一中国との貿易が許されていた長崎において通訳官であった唐通詞を中心に唐話と呼ばれた当代の中国語の研究も行われていた。この中で文語文学だけでなく白話文学の水滸伝、禁錮奇巻などが翻訳紹介され当時の文芸に多大な影響を与えた。明治維新後、日本の教育、研究の体系は近代国家にふさわしいものとして洋学を主軸としたものに一新された。江戸幕府の漢学教育、研究機関であった昌平坂学問所などを前身に、1877年日本、最初の大学として設立された東京大学では、門下の第二課として和漢文学が設置され、竹添清生らの漢学者が教授として採用された。これに対し1897年、第二の大学として設立された京都帝国大学では、門下に東洋史学、品哲学、品文学の3講座を設置。その後東京帝国大学も、この構成に倣うに及び、アカデミズムの中で近代的な中国学が制度化されたのである。この結果、従来中国の思想、歴史、文学を混然一体のまま学んできた漢学という学問は、ヨーロッパ的学問体系に従い、文学部の中で、彬、詩、文の3分野に分離された。明治期には、新しい中国学の中にも、漢学的伝統の影響が残り続けた。先述の通り東大においては特に漢学の影響が強く、また漢学者の貢献として、林康介の甲骨文字研究、漢の同盟、諸橋哲司による漢和辞典編纂、一大草書、漢文体系編集への協力があった。しかし、帝国大学で育成された白鳥倉吉、服部卯吉、鹿野直樹ら新世代の中国学者たちがドイツ、フランスなどに留学し、当時最先端の文献学的シノロジーの方法を吸収して帰国すると、漢学者たちに代わって彼らが研究の主流になっていった。特に新設の京都帝大では、留学中シャヴァンヌと交流を持った鹿野直樹が教授に迎えられたこともあって、フランスシノロジーの強い影響を受けた学風を形成した。この狩野に、ジャーナリスト出身で、独自の文化史観を展開した内藤湖南、中国留学により清朝考証学の方法を吸収した桑原実造が加わり、京大品学と称される一大学派が形成されたのである。日本における品学の特徴は、古来より中国と同じ文化圏に属し、さらに漢学の知的蓄積を全面的に継承、利用することが可能であったため、漢文文献の読解、分析に優れている点が挙げられる。だが新世代の中国学者たちがそうした強みを活かし、また新たに学んだ西洋文献学の手法も取り入れてオリジナルな研究成果を発表するようになるのは、特に日清、日露戦間期以降のことである。この時期日本は中国を含む東アジアへの帝国主義的進出を本格化し、中国に対する社会的関心が高まった。さらに、同時期、スタインやペリオなど、ヨーロッパ人学者による西域の探検調査が行われ、その成果が大々的にアピールされたことは、いわば、お家芸を自負してきた日本の中国学者たちに危機感を抱かせることになった。この結果、日本独自の業績を発信しようとする動きが起こり、京都帝大の明、史、文の品学者は前期の狩野、内藤、桑原らを中心に大同団結し、西洋のシノロジーを強く意識し自らの学問を品学と称した。そして研究団体として品学会を結成。1920年には学会の事実上の機関紙として品学を創刊。1947年まで刊行を続けた。1924年には三菱財閥が購入した中国関連の欧文書籍コレクション、モリソン文庫をもとに漢文文献を加えて東洋文庫が設立され、研究機能を併せ持つ日本最初の中国学、東洋学の専門図書館となった。昭和時代に入ると日中共同の東方文化事業の一環として、東方文化学院が1929年に東京、京都に設立され、古典学的な中国学研究を担っていくことになった。東方文化学院はその後廃止されるが、その東京研究所は東京大学東洋文化研究所に吸収、京都研究所は京大に移管され現在の人文科学研究所及び漢字情報研究センターの前身となっている。明治以後、漢文文献に依拠する古典的中国学がアカデミズムの重要領域とされたのに引き換え、中国の政治、経済、文化などの現状に対する知的関心が低下したこともあって、現状分析的な中国学の発展は遅れた。なお、第二次世界大戦以前の旧制教育機関では、英語、ドイツ語、フランス語と異なり、高等学校帝国大学を主軸とするメインストリームの高等教育においては、現状分析の基礎となる中国語教育が十分には行われなかった。初期の現状分析的研究のうち特筆されるべきものとして、興亜会の中国語教育、日清貿易研究所の現地調査活動が挙げられるが、これらはアカデミズムの外部にあるアジア主義者、大陸浪人の活動として一段低く評価されていた。日本において現状分析的な中国研究の組織化、制度化が見られるのは、やはり日本の東アジアへの領土的進出が始まった日清、日露戦間期以降である。その背景として戦争や植民地支配のために多数の中国語通訳を育成する必要が生じ、また、中国の現状について正確な情報や分析を提供することが要請されたのである。まず、日本最初の海外植民地となった台湾において、後藤新平民政長官は、行政機構確立に資するため、1901年、臨時台湾旧館調査会を設置、法学者の岡松三太郎らを昌平主統治の慣習法や行政制度の包括的調査に当たらせた、新国行政法として刊行。その後、満鉄の初代総裁に就任した後藤は、ここでも、調査の政治家としての本領を発揮し、再び、岡松を招いて1907年調査部を設置して、同社の機関部門の一つとし、鉄道経営や植民地統治のための調査を行わせた。この満鉄調査部は、ロシア革命の影響もあって、第二次世界大戦以前の日本最大の中国研究のシンクタンクへと発展し、戦時期から戦後にかけて活躍することになる著名な中国研究者を多数輩出した。先に述べた商科大学、高等商業学校などの専門学校においても、特に第一次世界大戦後、中国への経済進出が拡大していくに従って、現状分析的研究が次第に制度化され、進展していくことになった。その中でもユニークな地位を占めていたのが、東亜同文会により日中交流にあたる人材の育成を目的に1901年上海に設立された東亜同文書院である。この学校は卒業に際して中国の現地調査旅行と報告書の提出を学生に課すことで中国全土の社会、経済に関する膨大な情報を蓄積した。また現代中国語辞典の編纂プロジェクトを進めたことでも知られているが、このプロジェクトは第二次大戦後、同校の事実上の後進校である愛知大学に継承され1968年中日大辞典として刊行された。また1920年代以降、国民革命など新たな中国ナショナリズムが勃興したことを背景に、それまで文化的、歴史的関心に偏っていたアカデミズムの中国学は社会、経済を研究対象とするようになり、これより、戦時期に至るまで社会科学的方法による中国学が大きな進展を見せた。同時期、マルクス社会科学が日本に導入され一種の知的流行となったこともこの傾向に拍車をかけ、特にソ連などで盛んであったアジア的生産様式論に基づく中国の歴史研究、現状分析が行われるようになった。この新動向は、尾崎秀美に見られるように、満鉄調査部などにも一定の影響を及ぼし、戦時期の中国ナショナリズムの評価をめぐる中国統一化論争などの活発な論争を巻き起こした。1930年代に入って日中間の戦争が全面化すると、中国社会、経済の研究は大陸進出の国策に沿った研究として重視された。1938年にはアジアに関わる国策調査機関として東亜研究所が新設、翌1939年には満鉄調査部の組織が大幅に拡充された。さらに占領地の軍政の中で反日感情の強い現地社会を懐柔する必要からより包括的な社会調査が求められるようになった。このような事情を背景に満鉄調査部、東亜研究所の共同で1940年から1944年にかけて河北農村観光調査が刊行された。民法学者の末広伊豆太郎が指導し、戦後代表的な中国学者、アジア学者となる平野義太郎、新田昇、畑田隆などが参加したこの調査は、生きた訪韓校を調査することを標榜し、占領下の調査であるという大きな限界を持ちながらも、戦時期での現状分析的中国学にとって最大の成果となった。またこの時期には中国文学研究会を主催した竹内義美や品港戦力調査の中心となった中西勲など現地体験を持つ新世代の中国学者が台頭し、彼らにより旧体以前たる古典学的品学が批判される動きもあった。一部の例外はあるものの、大勢において植民地支配、戦争体制に協力することで発展してきた近代日本の中国学は、1945年の敗戦と日本帝国の解体により大きな打撃を受けた。特に国策研究として様々な援助を受けてきた現状分析的な中国研究は、敗戦後、それまで蓄積してきた資料を占領軍、ソ連軍などにより没収された。また戦後の一時期、それまで深い政治的、経済的関係を持っていた中国との交流を断たれたことから、中国さらに中国研究への社会的関心は低下した。また現状分析的研究と比べ自局的要請との関わりがやや薄かった古典学的品学も一時衰退を余儀なくされ、京大品学を中心とする雑誌、品学は休刊となり、品学会も休眠状態に陥った。このような状態で、いち早く活動を始めたのは、主として、戦時期に、満鉄調査部や東亜研究所などのシンクタンクに属していた、左派的、マルクス主義的傾向を持つ研究者たちであった。平野義太郎、中西勲、岩村道夫らは1946年、中国研究所を設立し、現代中国の研究を行った。古典学の方面でも1947年に東方学会、1948年に日本中国学会が設立された。ただし、これらの学会では主として中国の思想、文学を研究する人々が結集しており、一方、中国史の研究者たちは戦前以来の東洋史研究会、歴史学研究会など歴史系学会を拠点として活動し、世界史的観点からする時代区分論争など活発な議論を戦わせた。1950年代以降、日本とアジア諸国との関係が復活してくると、アジア地域の現状に対する関心も高まり、現代中国研究の団体、機関としては、戦術の中堅に加え、1951年には中堅を母体とする現代中国学会、1953年には、戦後導入されたアメリカ流の地域研究の影響を受け、アジア政経学会が発足した。そして岸内閣のアジア重視外交を背景に、最大のアジア地域研究機関であるアジア経済研究所が1958年に発足し、この中で中国研究は大きな位置を占めることになった。戦後日本の中国学の特徴としては、一つには、近現代の文化に対する研究が盛んになったことが挙げられる。そのため、それまで研究者が比較的明確に分かれていた古典学と現状分析の2領域の境界が次第に不分明になり、両者が協力して研究プロジェクトを進める機会も多くなっている。ついで、中国に社会主義政権が誕生した影響により、マルクス社会科学の影響が強くなった点も、特徴である。しかしこのことは特定の政治的価値観に基づく研究が増えるという結果ももたらし、例えば新中国における文化大革命の評価をめぐり中国学者、中国研究者たちが二分され不毛な対立を繰り返すというような事態も生んでいる。ウィックシャネリー、EN、詩のウィックシャネリー、EN、ロング。ありがとうございます。